どうも、こんにちは。ゆりちゃん、こんにちは。ドキドキ文芸部の実況をやっていきたいと思います。では、久しぶりにやるからな、どんなんだったか忘れたけど、まあ、やっていきます。こんにちは、ロコタさん。こんにちは。あなたのことを待っていました。ありがとう。続きを読む用意はできていますか？今日は私の一番気に入っているお茶を持ってきたん。モリカ！それはやめてって言ってるで。うん。モニカはまた遅刻なの？相変わらずそそっかしいですね、夏希ちゃんは。なんですって？まくし立てて私が話すのを邪魔しようとしないでくださいます？何言ってんの？それだと私がいつも邪魔してるみたいじゃん。私が気づかなかっただけ。わかった？悪かったわね。どうしたんだろう。なんだろうな。真面目な話、最近どうしちゃったの？ねえ、昨日のことをちょっと考えてたんだけど、私って自分が思ってたよりちょっときつい感じだったかも。実際、怯えか何かを感じてたというか。でも、これはみんなでやるべきことでしょ？いいやつなら新入部員が入ってくるのも悪くないし。それに、今度は女子が入ってきたら嬉しいじゃない。だから、夏希ちゃん。どうでもいいです。怖えな、ゆり。自販機の下にある小銭でも探してきたらどうですか？つっひどい言われようだな、夏希ちゃん。泣いちゃったよ、夏希ちゃんが。夏希ちゃん泣かさないでくれる？あら、また私が最後だったのね。またピアノを練習していたんですか？そうなの。あはは。モニカちゃんは意志が強いですね。この部活を作ったり、今度はピアノの練習だったり。多分意志が強いっていうよりは、そう、これはきっと熱意ね。情熱が文化祭に向けて私をやる気にさせてるんだから。さて、ロコタくん。今日は何したい？何したいか。よかったら一緒に。失礼。今日やることはもう決まっていますよ。ゆり、そうなの？目閉じてるけどどうした？二人とも。ええ、そうです。ロコタさんは私たち二人で読んでいる小説にもう読みふけていますから。ロコタさんがもう文学にのめり込んでいるだなんて喜ばしいことですよね、モニカちゃん。私、思うんだけど、私はただ、いえ、なんでもないわ。大したことでもないし。あなたたちがしたいことなら何でもいいわ。やった！へえ、分かってくれてありがとうございます、モニカちゃん。ユリが、すげえ独占欲が強くなってる。すげえ独占欲強くなってるよ、この子。実はその前に一つお願いがあるのですが、先にお茶を入れてきてもいいですか？構わないよ。ありがとうございます。美味しいお茶があるだけで、ここでの読書の時間がより楽しくなるんです。きっと、あなたにとっても。ユリは立ち上がってクローゼットへ向かった。俺はその後についてユリが小さめのウォーターピッチャーを取り出すのを見守る。中にフィルターがついているタイプだ。これを少しの間待っていただけませんか？ああ。ユリは俺にピッチャーを渡し、さらに棚から電気ケトルを取り出した。これを教卓のコンセントに挿してからお水を入れに行ってきます。行ってらっしゃい。ユリは俺を通り過ぎて教卓にケトルを設置した。俺は彼女の動作をただ観察する。驚くことに彼女の立ち振る舞いは喋り方とはまるで正反対だ。足が長いから余計にユリが上品で整然として見える。それではピッチャーをいただいても？ありがとうございます。すぐに戻ります。ああ、どうせなら一緒に行くよ。いえ、ここにいてください。あまり時間はかかりませんから。ピッチャーを持ってユリは慌てて教室を出て行った。あら、またユリに置いていかれたの？いや、今のはそういうのじゃない。お茶を入れるための水を汲みに行っただけだ。あ、そうだったのね。誤解してごめんなさいね。なんだろうな、この女の子3人のなんかドロドロした感じ。この探り合いちょっとよくわかんないよな。10分が過ぎた。ユリはそんなにかからないと言っていたが、何かあったのだろうか。待ってるばかりも退屈なので探しに行くことにした。さてと、ユリはここから一番近い水飲み場に向かったと考えるのが合理的だ。俺は廊下を歩き始める。はぁ、あ、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 どうした？
何の音だ？角を曲がったところから聞こえてくる。誰かの呼吸のようだ。歯を食いしばりながら息を吸い込むかのような鋭い呼吸。苦しんでいるのか？角を曲がった先を覗く。ユリ？はっ！ああ！やってんねえ。ユリちゃん。ユリちゃんやってんな。これは現行犯だ。ああ。ただいま戻りました。お待たせしてすみません。ロコタさん、ウーロン茶はお好きですか？ああ。何でも構わないよ。わかりました。ユリは電気ケトルの温度を100度に調節した。次にティーポットの用意ですね。ずいぶん凝ってるんだな。もちろんです。誰かのためなら、より一層丁寧に入れないと。俺がお茶のことをよくわかってなくてもか？ふふ。それなら、より一層美味しくいただけるかと思いますよ。お、それもそうだな。ユリはティーポットを取り出すと茶葉を測り始めた。驚くことに鼻歌まで歌い始めた。ご機嫌そうだな。そうですか？わざとそうしてみましたが、ちゃんと気づいてくれましたね。少し考えてみたのですが、もう少しだけ自分の気持ちを表に出していってみようかと思いまして。予想よりも難しいことでもなかったようです。それもきっとあなたがいるからですね。そうか。すごくいいことだと思うぞ、ユリ。ただ、無理はするなよ。ロコタさんはいつも私の心配をしてくださるのですね。そこがとても愛らしいです。でもな、この子な、リスカやってるからな。なんだろうな、自傷行為をする子は、俺はよくわかんないけど、何が目的で自傷行為をするんだろうね。それは、ユリの言ったことは本音のようだ。いつまでこの雰囲気が続くんだ。とりあえず俺はユリが二人分のお茶を入れてくれるのを待つ。ロコタさん、もう一つお願いがあります。今日は床に座ってもいいですか？え？なんでまた？そうした方が背中が楽なので。机に前のめりにならず、壁を背もたれにして読めるので。あ、そうか。気づかなくてすまなかった。いえ、気にしないでください。よく背中が痛くなってしまうので予防しておきたくて。そうなのか。なんでなんだろうな。それはおそらく私の姿勢のせいか。読書してるときはいつも猫背になってるもんな。そうなんです。私、読書するときの姿勢が本当に悪いんです。だから床に座れたらと思いまして。わかった。それじゃあ本出してくるな。俺はカバンから本を取り出した。あ、チョコレートがあるんだった。小さなチョコレート菓子が入った袋がある。お茶に合うかと思ってそれも取り出した。俺とユリはそれぞれティーカップを横に壁に持たれて座った。気の合うことに何も言わずとも前回と同じポジションを取り、それぞれの本の端を持った。ただ今回はさらに体の距離が近くなっている。少し見にくいです。つ！二人の肩が触れ合う距離までユリが接近してきた。この状況でどう読書に集中しろと。ユリって可愛いなぁ、と前から思ってはいたが、こうも急に積極的になられては、俺が耐えられるかどうか。ティーカップを。ユリが俺のティーカップを手渡してきた。空いている手でそれを受け取ると、俺はさらに集中できない姿勢になってしまった。誤って胸に触れてしまわないか気をつけなければ。キラララララ。胸に触れてしまわないか気をつけねばならないじゃないか。一方、ユリは何も気づいていない。読書するときのいつもの懸命な顔つきをしている。きっと意識から周りの世界が薄らいでしまっているんだろう。俺は読書に集中することに全力で努めた。数分後、ようやく少し落ち着くことができた。俺は足の間の床にティーカップを置き、チョコの包みをいじくる。あ、悪い。包みを開けるために一瞬本から手を離す。好きなだけ食べていいからな。それは、私は結構です。え、本当か？その、チョコレートを触った指で本を触ったらページを汚してしまうかと思いまして。ああ、確かに。そこまで配慮は至らなかったよ。悪かった。謝る必要はありませんよ。私が本を持っておきますから、ね。いいのか？もちろんです。おー！ユリは両手で本を開いた。いいなぁ、これ。俺にも見やすいように持ってくれている。俺の足の上に彼女の左腕が乗っかることになってしまったが。俺の足の上に彼女の左腕が乗っかる。ああ、なるほどね。それなら。
ユリは再び読書に完全に集中していた。俺はチョコを一粒取って自分の口にひょいと入れる。そしてもう一粒を手に取り、ユリの口元へ向けた。ユリは見向きもしない。ごく自然な状況であるかのように唇を少し開けているだけだ。だがここで止めるわけにはいかない。俺はためらいながらも彼女の唇の間にチョコを置くと、ユリはそのまま口を閉じ、それを口の中に収めた。え？ユリの表情が突然崩れる。今の出来事を俺に確認するかのようにユリはこちらを見る。ロコタさん、悪い。やるべきじゃなかったか？ユリの呼吸が荒くなる。私も、ロコタさん。突然ユリは強引に俺の腕をつかみ、立ち上がらせるようにものすごい力で引っ張り上げた。反動でティーカップが倒れる。どうした？ロコタさん。心臓の高鳴りが止まらないんです、ロコタさん。電気消すな、電気を。電気を消すんじゃない。落ち着くことができません。もう、何にも集中できません。感じますか、ロコタさん。ユリは突然俺の手を自分の胸に押し当てた。どうしてこうなるのでしょう。頭がおかしくなりそう。止められないんです。読書する気も失せるほどに。ずっと、見ていたい、あなたを。目怖い。目が怖い。すごい目してんな。瞳孔開いてるもんな。怖い。怖いよ、ユリ。そろそろ詩の読み合いを。いいタイミングだったな。どうしよっかな。まあ上から行くか。夏木がどんな反応するのかすげえ怖いよな、反応見るの。まあそうね。昨日と同じくらいの良さね。あんたがどれだけ書き物に熱意があるのかわからないけど、まあまあできてるんじゃない？ユリ以外とはそんなに一緒に過ごしてないけど、それでも全員で同じ課題に取り組んでるのっていいことだと思うわ。だからあんたもしっかり頑張りなさいよ。と言っても、私は部長でも副部長でもないけど、でもだからって期待を裏切るんじゃないわよ。とにかく今は私の詩を読みなさい。言っておくけど、この詩は私にとってすごく大事なの。だからちゃんと読みなさいよ。読むか。これ以外に伝える手段が思いつかない。でも最近心配していることがあるの。ユリの様子がおかしいの。あんたはまだ来て数日だから違いがわからないかもしれないけど、普段はあんな子じゃないの。いつもは落ち着いてて、礼儀正しくて親切で、そんな感じの子。これを言うのは恥ずかしいんだけど、勇気を振り絞って打ち明けるわ。本当はあいつがとにかく心配で仕方ないの。でも直接話そうとしてもきっとまた怒られるだろうから、どうすればいいのかわからない。今はあんたの言うことしか聞かないと思う。なんでかはわからない。でもお願いだから何とかして。あんたなら心療内科にでも行くように説得できるかもしれない。ユリとはもっと仲良くなりたいってずっと思ってたから。こんなことになって見てて辛い。こんなこと打ち明けて後悔するだろうけど、今は何でもいい。とにかく無力なの。だから何かできるならお願い。あいつに何かあったら嫌なの。カップケーキならいくらでも作るから、お願いだから何とかして。あと、モニカはなぜか、このことに否定的で、何もしてほしくないみたい。で、ん？あと、モニカはなぜか、このことに否定的で、何もしてほしくないみたいで。だからあんな奴には頼めなくて、あんたを頼ってるの。絶対にあいつにこのことがバレないように、と。とにかく、私がすごくいい詩を書いたようなふりをしてて、頼んだわよ。ここまで読んでくれてありがとう。そっか、こういう伝え方しかできないんだもんな、今の状況で言うとな。どうした？あー！夏木！気が変わったわ。能面になっちゃった。のっぺらぼうになっちゃった。今読んだことは全部忘れて。何をしたって無意味だもの。ユリが嫌われるのは自業自得だし。聞こえてるの？ロコタ。モニカともっと一緒にいれば何も問題はなくなるのに。
あんたみたいな素晴らしい人に私やユリみたいな狂人は不釣り合いだから。これからはモニカのことだけを考えて。モニカだけ。モニカだけ。モニカだけ。あら、こんな選択肢。OK。OK しかないもんな。OK 以外の選択肢ねえもんな。あら、モニカだけ。なんだなんだったんだろう、今のは。とりあえず、モニカは最後にしようか。どうしよう。ユリ見てみるか。やっと。あはは。ユリは詩を顔に当てて大きく呼吸しだした。大好きです。この詩のすべてが大好きです。ロコタさん、これを家に持ち帰りたいです。譲っていただけませんか？お願いします。ああ、別に構わないが。は、あなたは私に優しすぎます、ロコタさん。あなたほど優しい方を。私は知りません。私、死んでしまいそう。いえ、そうではなくて。ただ、何と言えばいいのかわからないんです。こんな気持ちでいてもいいんですよね。悪いことではありませんよね。ユリは胸元で俺の死を持つ。この死は家に持ち帰って部屋で保管します。私が持ってると思うとあなたも嬉しくなるといいのですが、大事にしますから。何度も読み返しながら自分を感じたりするのです。そしてこの紙で切り傷を作って、そこからあなたの油を私の血流に取り込むのです。それが嬉しいことなのか、この子にとって。この子にとってはいいことなのかな。なんとかユリちゃんに自傷行為をやめるようにはしてほしいけどな。ああ、壊れちゃった。ユリちゃんが壊れちゃった。あははははは。私にも私の詩を差し上げます。どの道読めば絶対に欲しくなりますから。ほら、受け取ってください。もう待てません。早く読んで。うわー、大変だ。えらいこっちゃ。えらいことやな。後ろについてんのは血かな、これ。読めないね。全然読めないね。どうでしたか？目が怖いんだよ、目が。瞳孔開いてるんだよ。あなたのために書いたんです。念のために解説すると、この詩は、ルルルルルル。あらら。バグっちゃってんな。それに私の匂いをたくさんつけておいたんです。そうだろうな。なんかいっぱいついてたもんな。血が。ほら、私って最も思いやりのある部員だと思いませんか？なんか、やりすぎてんだよな、ゆりちゃん。ゆりちゃんやりすぎてんだよな。私吐きそう。つわりか。行っちゃった。最後モニカ行くか。ロコタくん、さっき見てはいけないものを見てしまったと思うんだけど、あまり言いたくなかったけど、こうなれば仕方ないわ。どれのことを言ってんだろうな。リストカットのことかな。それとも、夏木のことかな。どうなんだろう。ユリとあまり一緒に過ごすのは危険よ。そっちか。理由はわからないけど、あなたがいると興奮しやすいみたいなの。それ自体は問題じゃないはずだけど、でもユリは興奮しすぎるとどっかに隠れてポケットナイフで自分を切りつけ始めるの。ちょっと狂ってると思わない？しかもコレクションでもあるのか、毎日違うものを学校に持ってきてて、その、あの子が鬱だからとかじゃないわ。そうするとハイになれるみたいなの。なんというか性的なものを感じるのかしら。とにかくあなたがそのきっかけみたいなの。あなたのせいと言うつもりじゃないわ。でもそれが理由であなたには説明しておきたくて。だからあの子とは距離を置いた方がきっとあの子のためよ。その分空いた時間で私と一緒に過ごしてもいいのよ。控えめに言うと私は精神的にはまともだし、部員の扱い方も心得てるから。それよりあなたの詩はもう見れないよね。ユリったら、せめて読み合いが終わるまで待ってくれればよかったのに。まあいっか。あの子がそれで幸せなら止めないわ。私のはね、この詩すっごく頑張ったから、その、印象的だといいんだけど、どうぞ。わかんねえよ。読めねえわ。もう、びっくりした。こっちがびっくりするわ。
なんというか、この詩の書き方を間違えてしまったみたい。私はただ、なんでもないわ。この話はやめましょう。モニカ、どうしたの？何これ？はい、いいえ。はい、いいえ。はい、いいえか。はいです。冗談。ある男の子が部にやってきた。部にはその男の子がとても気になっている女の子がいた。共に時間を過ごす中で彼女はさら彼に惹かれていった。ある日、女の子は自分が彼に恋していることに気がついた。惨事が起きてしまう前に第三者が女の子のプログラムに介入した。突然女の子は恋に落ちている自身が嫌いになった。その矛盾がスクリプトを狂わせた。世界は崩壊し始めたものの、間もなく彼女は自殺してしまった。これはあれだよね。一番最初のさゆりちゃんのことじゃないかな。と思うんだけど。じゃないかな。で、このとても気になっている女の子っていうのはゆりのことでしょ？おそらく。そうなんじゃないかな。